3連休の中日、畑地には鳴子の音が響き渡りました。どんよりとした空ですが、雨は降っていません。こちら中村駅前の会場は、ロータリーを取り囲む大勢の観客のすぐ目の前で、踊り子たちが演舞を披露しています。2011年から開かれているよさこい四万十、およそ2500人の踊り子たちが市内6カ所の演舞場で踊りを披露しました。県内のほか中四国から合わせて45チームが参加し、チーム数、踊り子の数ともに過去最多となりました。本祭は出れなかったということがあるので、この四万十ですね、それを本祭やと思って頑張りたいなと思っております。4連グループは南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意の発表を受けて、先月高知市で開かれたよさこい祭りへの出場を辞退していました。めちゃめちゃ楽しく踊れました。今の踊りは自分の中ではどうでした？100点満点です。また四万十市踊り子隊も踊りを披露。子どもも大人も健常者も障害者も誰でも気軽に踊りを楽しむことを目的に、今年初めて結成されたチームです。地元はいいですね、はい、落ち着きます。やっぱり心が温まります。畑地域からの参加チームは他にも、今年のよさこい祭り受賞チームも花を添えます。そしてフィナーレは名物天神橋商店街での総踊りです。いやー、よかったですね。もう2500人は今まで最多ですので、興奮しました。高知は知らない人とかもいるけど、地元だと知ってる人もいて、一緒に楽しめて楽しいです。お客さんの煽りとかもすごいあって、めちゃめちゃ距離が近くて楽しかったです。高知県の中心だけじゃなくて、もっともっといろんなところでこうやって賑やかに、高知がもっともっとたくさん賑やかになれば本当に嬉しいことです。小京都中村を彩ったよさこいは今年も熱気に包まれながら幕を閉じました。